はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹谷直樹です。今日は偏差値65への算数、今日はね、整数の、約数と余りの問題の文章題をやってみましょう。この中学受験さくららチャンネルは、私この竹谷直樹が塾業界35年間の経験とノウハウをすべて公開していくというチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップもお願いします。長い長い長い中学受験生活です。たまにはね、もしでうまくいった時ぐらいはね、ゆっくりお風呂に入って、早く布団に入ってみてください。で、再生リストに行ってみてください。一番得意なところをね、再生リストで聞き流していくとね、改めて全体が分かってきて、ぐっすり眠っているうちに、次の朝にはもう一回再び、深い理解に、変わっているなんていう夢のような動画に出会えるかもしれません。さあ、では早速やってみましょう。灘の問題です。A 君は151ページの本を、B 君は216ページ、C 君は294ページの本を読みます。例えば3人とも1日4ページずつ読むと、それぞれが読み終える日に読むのは、 A 君、 B 君、 C 君の順に3ページ、4ページ、2ページとなります。3人とも1日にほにゃらかページずつ読むとすれば、それぞれが読み終える日に読むのは四角ページになる、ね、さあ、そういうのは 何ページ読んで何日余るのかということなんだね。さあ、もう一回確認しましょう。 A 君は151ページの本、 B 君は216ページの本、 C 君は294ページの本を読むと。で、例えば3人とも1日に4ページずつ読むことにすると、それぞれの読み終える日、最後の日には A 君が3ページ、 B 君が4ページ、 C 君が2ページになると。で、この時3人とも1日四角ページずつ読むとすると、それぞれが読み終える日、最終日に読むのが四角ページ。同じページ、ね、最終日に読むにはどうしたらいいのかということなんですよね、これね。で、もちろん整数です。で、絶対こっちの方が大きいというの前提ね。で、もう一回じゃあ整理してみますと、A 君、151ページの本。B 君、216ページの本。C 君は294ページの本。そして1日4ページずつ読むわけです。そうすると、151÷4 は、これね、37余り。で、これで3ページなんだよね。37日で最終的には、最終日。ね、38日目に3ページ余ると。最後3ページ読めばいい。で、B 君はね、216÷4 でこれ割り切れちゃうんですよ。54でね。で、割り切れるから、53日4ページ読んで、最後の日も4ページと。ずっと4ページです。C さんは294÷4。ね。73で、73日かかって、最後2ページだね。で、これ余りが揃ってないのが、これ出題者気に食わないんだね。最後同じページで終わりたいと思ったわけです。さあ、この時ね、どうするかっていうとね、余りを一緒にしようと思ったら簡単なんですよ。ね。これ151と216と294だけ見てるとね、なかなかわかんない。それよりもね、差を見るんですよ。差で公約数を考えていくんです。そっちの方がいいんです。例えば、これ、A と C の差ね。ね。A と C の差は、294-151 で、143ページです。143ページ違います。A と B の差は、216-151 ページ。65ページ違いますよ。そして B と C の差は、294-216。78ページ違います。
この最大公約数出すんですよ。そうするとね、余りが揃うんです。さあ、ちょっとやってみます。143と65と78。さあ、これ65、78。ね。分かりにくかったら、この、またさらにこの差で割っていくんですよね。例えば、78引く65、13でしょ。で、この143から78引いてもね、65になる。13で割れんですよ。11、5、6。もう割れません。13ですよ、公約数ね。さあ、1日にね、これね、仮として13ページずつ読むとしますね。さあ、余りが揃うでしょうか。さあ、ここ、151ページを13で割ってみましょう。1、13、21、1。さあ、8余りました。ね。8余りましたよ。さあ、216ページも13で割ってみましょう。1、13、86、6、サブ6、18、78。やっぱり、16余り8です。16日か、読んで、最後の17日目に8ページ余ります。さあ、294ページも13で割ってみましょう。これも、まあ多分8余るよね。2、26、34、2、26、8、22余り8です。22日13ページずつ読んで、23日目にやっぱり8ページ読めば終わりです。ですが答え、3人とも1日に13ページずつ読むとして、それぞれが読み終える日に読むのは8ページということになるわけです。ね。余りがあってね、これで同じ数で割れるっていうとね、差を見るんですよ。こっちを見るんじゃないんです。差を見て、その差で公約数を決めていくんです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップお願いします。では今日はここまでにしましょう。